デンバーはアメリカ海軍の軽巡洋艦。クリーブランド級軽巡洋艦の一隻。艦名はコロラド州デンバーにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。デンバーは1940年12月26日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1942年4月4日に LJ ステープルトンによって命名浸水し、 1942年10月15日に艦長 RB カーニー大佐の指揮下収益した。収益後、1943年1月23日にフィラデルフィアを出港2月14日にニューヘブリディーズ諸島のエハテ島に到着する。デンバーは3月6日にコロンバンガラ島のビラに対して最初の砲撃を行う。この戦闘で艦隊は ビラスタンモアヤセンにおいて日本の駆逐艦ミネグモ及びムラサメを撃沈した。デンバーはソロモン諸島における作戦活動を継続し、6月29日、30日にはニュージョージア島侵行に伴いバラレシマイの砲撃を行う。その後デンバーは同海域での偵察任務を継続した。1943年10月31日、デンバーは 第39任務部隊と共に、ポートパービスを出港し、ブーゲンビル島のたるきな岬に上陸しようとする、日本軍部隊の迎撃に向かった。11月1日から2日にかけて行われた、ブーゲンビル島沖海戦の結果、日本軍は、軽巡洋艦1隻及び、駆逐艦1隻を失い、重巡洋艦2隻及び、駆逐艦2隻を損傷した。 その他に4隻の艦が破壊され戦闘から離脱した。砲戦の中デンバーは8インチ砲弾を3発受けた。ものの、幸運にもそれらは爆発しなかった。この戦闘における功績でデンバーは海軍主君部隊賞を受賞した。デンバーは1943年11月10日及び11日に行われた太郎沖の岬上陸を支援し、 その二日後の戦闘では敵機による魚雷攻撃で大破、動力と通信をすべて失い、乗組員20名が死亡した。デンバーは数に牽引されて、ポートパービスに向かい、続いて、パウニーによってスピリットサント島に牽引され、応急修理の後メア,アイランドに向けて、出港、1944年1月2日に到着した。 戦線に復帰したデンバーは1944年6月22日にエニウェトク干渉に到着した。8日後にマリアナ諸島及び小笠原諸島に対する攻撃を行う空母部隊の護衛として出航する。デンバーは7月4日に伊央島に砲撃を行い、空母部隊の護衛を継続した後8月5日にエニウェトクに帰還した。1944年9月6日に ポートパービスを出港、パラオへの攻撃に向かう。デンバーは9月12日から9月18日までアンガール島を砲撃し、続いて、ウルシー艦省への上陸前に掃海、偵察及び水中破壊活動を行う部隊の支援を担当した。9月28日にマヌス島へ帰還し、フィリピンに向かう準備を行う。デンバーは1944年10月12日に、 出港し、レーテ島上陸に備えて、スルアン島デュラグへの砲撃を行う。続いて、南部の上陸予定海岸への砲撃を行った。10月25日のスリガオ海峡海戦では、両艦部隊と共に日本艦隊への攻撃を行う。3時51分に、部隊は、レーダー照射による砲撃を行い、戦艦山城を撃沈した。翌25日には、 駆逐艦朝雲の撃沈を支援した。レーテワンでの作戦活動を継続し、デンバーは多数の攻撃を退けた。10月28日には敵機による爆弾が至近距離で爆発し、小規模の損害及び反乱が生じた。11月は増援部隊の上陸を遮り、11月27日には特攻機による攻撃を退け、 ウゲン200ヤードでの爆発で4名が負傷した。デンバーは、両艦と共に支援グループを形成し12月13日から16日にかけて行われたミンドロ島上陸支援を行った後、12月24日にマヌストへ帰還した。1945年1月3日にサンペドロ湾に帰還し、翌日リンガエ湾への上陸部隊支援に出撃する。 デンバーはフィリピンに泊まり、同諸島への攻撃に参加した。1月29日及び30日には、サンバレス州への上陸を支援し、グランド島への上陸に備えた、掃海作業を援護した。31日には、バタンガス州のナスグブへの火力支援を行い、2月1日から7日まで、ミンドロ島への輸送船団を援護、2月13日から16日まで、 マリベレス湾へ上陸する陸軍部隊を支援、植来したラバレットの生存者を救助した。その後、5月までパラワン州及びミンダナオ島に対する作戦活動に従事した。1945年6月7日、デンバーはスービック湾を出港しボルネオのブルネイ湾及びバリクパパンへの攻撃に向かう。上陸に備えての掃海作業及び水中破壊活動を援護し、 作戦開始後は上陸部隊への火力支援を行った。その後レーテ島のサンペドロ湾に7月4日帰還し、オーバーホールを受ける。デンバーは1945年7月13日に沖縄に向けて出港し、8月7日まで中国の沿岸で日本船に対する探索を行う。終戦後、9月9日に沖縄を出港し、9月25日から10月20日まで、 和歌山の捕虜収容所から連合軍捕虜を収容するのと、和歌浦湾で占領軍が上陸するのを支援した。その後デンバーは帰国の途に着く。1945年11月21日、ノーフォークに到着したデンバーはオーバーホールに入る。1946年1月に、ロードアイランド州ニューポートに移動し、海軍予備役兵の訓練を行い、 カナダのケベックへ親善訪問を行う。4月にフィラデルフィア海軍造船所に到着し、1947年2月7日に予備役となる。デンバーは1960年2月29日に売却された。海軍主君部大賞に加えて、デンバーは第二次世界大戦の先行で11個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。